さあこれよりハーフタイムに入りまして、双方この前半の改善点対策点を練るための作戦タイムに入ります。突破口を見出すからしになるが、果たしてどちらなのか注目のハーフタイムとなると思います。そしてこれよりフィールド上では、滋賀学園、チアリーディングチームによりますハーフタイムパフォーマンスが行います。
点パフォーマンスでした。